あかん、食べ過ぎた。食べ放題やとどうしても元取ろうとしてまうわ。おお。Jesus Christ。よし、食い溜めるぞ。お腹いっぱい、足疲れてるし、もうこのまま寝たい。寝てもいいですよ。まだ時間大丈夫でしょ。遅くなるなら連絡して。迎えに行くよ。なんかあんたに会ったらいろいろ面倒くさくなってきた。いろいろ虐げられても、つまじきにされても、どんだけうまくいかんかっても一年は帰ってくんな。どないかして霧島に勝ちたいとか、いざとなったら殺される前に殺したるとか、寝首かこうとしてるならもっと近づいてくる。威嚇にしても最悪やるにしても、向こうが触ってきた瞬間に何があっても好き見せへんようにとか、毎日そんなことしか考えてへんからな。頭大丈夫ですか？ほうかん！あの男の気候に慣れてきて1ミリも動揺してへん自分がおる！やかましいわ。そんな思ってるのに、結局東京で頼れる人間、霧島しかおらんねん私。気をつけた方がいい。ここは大阪じゃないんだぜ。ごめん、私。びっくりすんで、あの男。どんだけ一緒におっても、どれがほんまの顔なんか全く分かれへん。そんな子供がヤクザの家に押しかけるってどんな状況なんだ。同級生と上級生合わせて20人。俺は吉野がいると毎日楽しいよ。あんた、おじいちゃんに手紙なんか送ってるの？詫び状だよ。正直このままあんたと一緒に大阪帰りたいわ。じゃあ吉野さんの代わりに俺がそいつのことを殺したる。ちょっとだけ怖いと思ってしまったんです。いや、その男、話聞いてる限りどう考えてもろくな人間やないでしょう。死んでもええんとちゃいます？ For real? Shota baby, what do you think? I'm so aggressive! 俺もどうせろくな人間ちゃうし、人一人くらい殺しますよ。そうですか。無知は罪ですね。いや、まだ別にそこまでしたいわけでもないし。三つ編み。拷問してから近い。分かってますよ。だから決まったら言ってください。待ってるんで。スケーリー。ここ路上喫煙禁止ですよ。はあ、はじめまして、鳥谷しょうまさん。三山霧島です。よし。